西郡は大阪府八尾市内の一地域。八尾市の北西部に位置し、八尾市政施行前の西郡村であった地域であり、新住所表記では、新家町、山賀町、泉町、桂町、幸井町、高佐護町の各地域に該当する。江戸時代初期に大阪の陣における主戦場の一つとなった。かつては北辻、中辻、 西辻の三つの集落からなる村で、それぞれ現在の幸い町2から3丁目付近、桂町1から3丁目付近、新家町2丁目周辺にあたり、河内街道沿いを中心に発達した。現在は旧街道の少し西を、不動や大平方線が通り、沿道は概ね商業地となっている。桂町、幸い町口は、歴史的経緯から、 市営団地が多く建っている。高砂町に大規模な不営団地がある。現在は第二寝屋川により、北側の境界は明確になっている。西側は新家町を貫くように大阪中央環状線が通る。その西側は以前から目立った民家はなく、現在もほとんどが工場や商店、田畑である。地域北側を東から西へ第二寝屋川が流れる。 昭和40年代に改作された新しい川である。西側には南から北へ楠木根川が流れる。八尾市から少し外れた場所で合流する。道路路線バス楠根川より西の地域で町内を南北に大阪中央環状線が貫いている。沿道は商店がほとんどなく休暇が多い。南側を大阪府道174号八尾道明寺線が 東西に通っている。地域の一部が金物団地内に入り込んでいる。主な施設、旧石大まかには、楠川と、不動や大平方線の間に位置する。中小の町工場が多い。主な施設、旧石不動や大平方線沿線の地域で、旧河内街道の西側に位置する。踏み地沿いは、商業施設が多い。旧街道付近は、住宅街である。 主な施設、旧石地域の南東部に位置する。旧川地街道沿いは、古い民家が多いが、少し東へ入ると、市営住宅が軒を連ねている。主な施設、旧石市役所、西郡出張所、桂田人権小見線地域の北に位置する。地域全体に、市営住宅が点在する。主な施設、旧石埋蔵文化財調査センター地域の北東に、 一市、区域の大半が不営住宅となっている。北側の第二ネア川添い字閣は工場が多い。主な施設、旧石西群村に関するカテゴリー。ありがとうございます。